これは皆さんこんな苦労してウェイトペイントをやってるんですか？そうですね、今回ぐらいの骨だったらまだいいんですけど、顔を動かすための骨とかになってくるともっとシビアで。ああ、そっか。簡単にアニメーションをつけてみましょうか。え、もうおーおー、素晴らしい。あ、いいですね。まずゆっくりだけど、まあこんなもんかな。そしたらですね、アンリアルエンジンで何か適当にフォルダを作っていただいて、そこにインポートしましょうか。はい。まあ、ドラッグドロップでもいいですし、まあ、インポートのボタンからでもいいんですが。はい。FBX ファイルでいいんですよね。あ、そうです。ちょうどアニメーションまで来てますね。とりあえずキャラクター見てみましょうか。スケルタルメッシュ。あ、そうですね。スケルタルメッシュを見ていただくと。お、ちょっと感動してるんだけど、めっちゃ綺麗になんか映ってる気がする。いいですね。確かにブレンダーで見るより可愛く見えます、ね、なんかでもお股のところ開いてんだけど、スカートの部分がちょっとアニメーション入れないとよくわかんないんで、さっきのアニメーションもインポートしちゃいましょうか。さっきの FBX のファイルの中にモデルとアニメーションが両方入っちゃってるんですね。アニメーションってなんか別ファイルの方がちょっといろいろ都合がいいので、ブレンダーから別な FBX を書き出しましょう。今度アニメーション書き出しっていう感じですね。 FBX、 はい、名前を変えて、はい、こっちはいいですか？右のが入れなくても大丈夫です。はい、そしたらですね、ここにですね、もう一回今度はアニメーションをインポートします。アニム、はい、全く内容同じのはずですよね。そうですね、ただですね、ここにすでに骨があるとですね、アニメーションだけをインポートってことができるんですね。なるほど。インポートメッシュのチェックを外しましょう。インポートメッシュのチェックを外す。これで全てインポート。はい、アニメーションシーケンス、あ、これですね。おおおーおーおお、来ました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 。はいはい。ブレンダーで作ったアニメーションもですね、アンリアルエンジンでちゃんと再生することができるので。おお、なんかもうちょっとちゃんと作ればよかったなんか微妙な感じのアニメーション来ました、まあ、はい、こんな感じで、まあ、自分でアニメーションどんどん作ってアンリアルエンジンでゲームを組み立ててみたいなことができるので。はい、なんかまたんとこ気になるな。なんか半透明みたいになってますね。あれかな、なんか裏返しになってるとかかな。はい、裏返しになってますね。やっぱそうか画面の左上の方にこの玉が4つ並んでるところの横の三角形を押していただくと、面の向きっていうのにチェックが入れるんですが、面の向き、ああこれですね。はい、これやっぱここだけ こっち向いてますね。そうですね、それだけ裏向きだったので、ここだけ変えることできないんですかね。あ、できますできます。4つの面選択していただいてから、はい、メッシュで反転でいけました。あ、そうですね、反転でいけます。さっきのやつの上書きでいいや。そうですね、上書きで再読み込みの方がいいかもしれないです。はい、アンリアルエンジンの方に行って、再読み込みはどうしたら、同じファイルをインポートすればいいだけですか？モデルを右クリックして、そこから再インポートってやつですね。はい、あ、治った。あ、よかったです。あ、よかったよかっただいぶマシになった。ちょっと脇のあたりのウェイトが適当なんでこんなになってますけど、ここはまあちょっと置いといて。そうですね、まあ一回作ってからだんだん更新していけばいいと思うので。あ、そういうこともできるんですね。あ、そうですそうです、まあ、さっきみたいなやり方で。そうなんですよ、さっきみたいな感じでモデルの方をちょっと気にならなかったら少し直して、また再インポートすればいいんですよ。でですね、アンリアルエンジンで結構たくさんアニメーションのアセットも売ってるので、実はそれを使いますみたいなこともできるんですね、はい、実はですね、それがちょっと標準機能だと難しくてですね、売ってるものを買わなくてもそこは難しいです。なるほど。最後にそれだけお見せしようかなと思ったんですけども、はい、歩くモーションとか欲しいですよね、せっかくだから。そうなんですよね、結構歩くモーションとかも作ると非常に大変なので、ゲーム作りに集中しようと思ったらちょっと買えるものは買った方がいいのかもしれないですね。うん、ブレンダーって言うと、そのアドオンっていう形でいろんな人が作った追加機能を買うことができるんですね。でその中の一つがオートリグプロっていう機能でですね、ここにちょっと新しくオートリグプロっていうメニューが見えてるんですが、はい、これがですね、結構簡単にキャラクターに骨を入れるみたいなこともできて、例えばこれ押すと、まあ、いろいろ聞かれるんですが、オープンして、うん、アドネックっていうところを押すと、首ここですよみたいな感じでポチッと押します、うんうん、で顎ここですよって押して、肩ここですよっていう風に、なんかすごい簡単そうに見えますよね。確かに。最後にちょっと指がどうなるかとか、背骨何本にするとかいろいろ聞かれるんで、今指なしにして、うんうん、はい、そのまま5を押しちゃうとですね、こんな感じでもう骨がキャラクターに用意されるんですね。本当だ。ちょっと良くない部分もあるんで少し直しちゃうんですが、ここまで自動でやれるのは楽でいいっすね。
そうですね。あともういくつかこれのツールをお勧めしたい理由があってですね、その一つがアニアルエンジンに持っていったときに、アニアルエンジンの共通のスケルトンにしてくれるっていうのがあるんですね。共通のスケルトンになってるとアニメーションそのまま使えるので、そこが便利なのかなという気が、まあ、ここのマッチトゥーリグっていうボタンを押すとですね、うん、こんな感じで今パッと箱が出てきてですね、これ何が便利かっていうと、あの手のひらをどっかに向けるみたいなことに、手首を回して、あの肩を回してみたいな感じでたくさん回さなきゃいけなくて非常に大変だと思うんですね、うんうん、このリグというものがついてれば自動的にできます。例えばこの手を動かした時にこんな感じで、あ、ちょっとマントまでついちゃいけない手の位置を動かすだけで勝手に手首が回ってくれるんですね。お、最終的な場所だけ動かせばいいという。なるほど。これはあれですよね、マフラーのとことかはちゃんとまたウェイト入れれば、あ、そうですそうです、いい感じになるってことですよね。はい。で、腰を動いた時にこんな風に、お、固定された状態、空間に固定された状態のアニメーションとかもできるので。へー。これさらに良いのがですね、ここの書き出しが、このオートリグ用の書き出しという機能があってですね、まあいろいろ設定があるんですが、例えばユニティ用とかアンリアル用とかあって、はい、アンリアル用でこれはキャラクターですよっていう設定をして、で勝手にアンリアルエンジンの骨の名前に合わせますよっていう設定とかあるので、この状態で書き出すとアンリアルエンジンで売ってるアニメーションが使えるという感じです。うわすごい。なのでちょっとこちらもおすすめです。っていうかね、僕もそれアドオン取ってました。あ、そうなんですか。扱ってはなかったですけど、オートリグプロですよね。あ、そうですそうです。はいはい、入って、さっき見たら入ってました。あ、さすがですね。というわけで、ブレンダーを使った 3D モデリング講座は以上となります。真島先生、今回の講座いかがでしたでしょうか。いやー、難しかった。そうですよ、はい、難しかったんですけど、楽しいですね、うん、めちゃくちゃ。はい、いや、こんなに結構短時間のうちにキャラクターモデリングを全部詰め込むっていうのはなかなかない試みだと思うんですけど。そうですね、まあ、いろいろやってみましたけど、覚えることがやっぱ多くて、はい、大変な反面ですね、やっぱ出来上がったら、すっごい楽しいなと思いました。あ、そう言っていただけると嬉しいです。どうも、ずっと裏で聞いていたヒストリアの代表の佐々木です。皆さんこんにちは。はい、あ、どうもありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。ありがとうございました。お忙しい中本当に。全然全然、いやでも後ろで見ていて、なんかどん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 ね、この毎回作られていくのが楽しいなというので、自分もあのプログラマーなんで、あまりアーティストのこういうのを直でこう、はい、一個一個見ていくってかなり珍しかったので楽しませてました。アーティストの大変さが分かってました。モデリングしてアニメーションつけてっていうので、さらにこのゲームエンジンの中でいろんな動きをさせるとさらに楽しいので、ちょっと大変だと思いますが、はい、真島先生もぜひぜひやってみてください。頑張ります。はい、でなかなかでも目標がないとこういうのって続かないなっていうのはこう自分ずっと前から思ってまして、うん、実はですね、このヒストリア UE5 プチコンという学習用コンテストを行っております。ほうほう。これはですね、あの年に2回1ヶ月半ぐらいでテーマを決めて、うん、それで応募したらなんと参加賞としてプチコン T シャツですね。プチコン T シャツ、プチコン T シャツがもらえます。それはあのエピックさんも協賛されてるんで、アリアルのロゴもちゃんと入っているやつです。あ、いいですねこれは。そうなんですよ。というので、このすいません流れるような宣伝でしたが、こういったコミュニティ活動もしているんですけれども、実はゲーム会社でして。どんなゲーム作ってるんですかね。黒沢がアートディレクターでたって、私佐々木があの制作ディレクションしているこのカリグラ2っていうタイトルだとか、はい、最近だとあのライブアライブっていうスクエアエニックさんのタイトルだとか。名作ですね。ありがとうございます。ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバーっていうアーケードか、シュウエイさんネタ来ましたね。というようなタイトルを普段作っております。なんかね、僕もね、普段やってるゲームばっか実は作ってらっしゃる会社で、非常に今回ね、あの楽しかったんですけども。ありがとうございます。いやでもやっぱりこうやって覚えられていくスピードがすごく速い。そうですね。思わなかった。黒沢さん、いや早いです、めちゃくちゃ早いです。もっと若いうちからやっておきたかったですよ。これ有料級ですよ。本当に僕こんなね無料で教えてもらっちゃっていいのかなって思ってるんですけど、本当にねためになりました。見ていただいてる皆さんもぜひチャレンジしてみてもらいたいなというふうに。そうですね、皆さんぜひ今回の動画を見て、ブレンダーとね、アンリアルエンジンやってみたら楽しいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、長時間にわたって 3D モデリングについて教えていただけて、本当に参考になりました。
これからブレンダーで自分だけの 3D キャラを量産していけたらと思っております。佐々木さん、黒沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。